はい、どうもカムタスです。ご視聴ありがとうございます。本日水曜日ということで、お知らせ更新が来ているかなと思いますので、はい、一通り見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、一番上から見ていきましょう。メンテナンスのお知らせということで、7月30日金曜日14時から16時で、まあ、これ通常のメンテナンスですね。はい、あまりアップデート等はなさそうです。はい、ということです。まあ、今回ね、超フェスが、7月31日土曜日ということでね、事前にガチャスケジュール出てましたんで、金曜日はね、特にガチャ更新はないかと思いますね。はい、続きまして、ワールドチャレンジが開催されます。こちら7月30日16時から8月6日金曜日、13時59分までということで、はい、ワールドチャレンジ、井出保つくんがね、もらえたりしますよということで、今回どこの国がね、対象になるんですかね。まあ、現状だと、ミキサーガチャがまだね、ありますので、まあ、早めにというか、1週間でね、ちゃんと、クリアできれば、まあ、余剰分のね、SSR なんかも手に入るんじゃないかなと思いますんで、ミキサーにかけて、なんかね、最近の選手が手に入ればいいかなという思いはございます。はい、あとは、翼くんの誕生日ということですね。はい、こちらは本日ね、日が変わって0時の時点で、まあ、すでにね、ボックスの方にも届いていたかと思います。小堂さんの朝のトークでもね、出ていましたけども、7月28日が大空翼くんの、誕生日ということで、はい、ハッピーバースデー大空翼誕生日記念プレゼント、翼くんの誕生日なのにユーザーさんがもらえますと。はい、ありがたいですね。はい、こちらが、本日0時から8月3日火曜日13時59分まで、ログインするともらえるということですね。ちょっと詳細見ておきましょう。はい、プレゼント内容に関しては夢玉が、無償のものが30個、大空翼誕生日記念限定 SSR2 枠確定無料10連ガチャチケットが1枚。はい、井出保つくんが2つ。片桐宗政さんが2つ。ブラックボールの SSR が30個ということです。はい。ね、最近夢玉が30個っていうパターンが非常に多いような気がしてますが、昔ってそうでしたっけ？ 50 個とかなんか、くれていた気がするんですけどもね。ちょっとケチですね。はい。ガチャが多いんだから夢玉もうちょっと配ってほしいな。はい。というところで。はい。あと先ほどの、プレゼントの中にね、含まれている、大空翼誕生日記念限定 SSR2 枠確定無料10連チケットガチャということで、10連無料で引けますよと。その中には、ドリフェス、ドリコレ、あと属性限定のね、選手含めて、まあ、2枠は確定ということですね。はい。自分はドリコレのデルトカイザーですね。あとはドリフェスの、マーコアイランが出ました。SSR はね、確定の2枠分だけでしたが、ワイランは重複しましたが、デルトカイザーは一応初めて手に入りましたんでね、そちらは非常にね、良かったかなと思います。はい、まあね、人によっては多分三崎くんとかも昨年の超フェスの出ている方で、さらに例えば今のドリームガチャの三崎くんの引く気はね、移植できる人もいるんじゃないかと思いますんで、はい、それはねすごく羨ましいなと思いますが、はい、では戻りまして、おや、はい、これだけなんですね今回。なるほど。超フェスの予定はまだ出ませんか。なるほどですね。うん、超フェスどうでしょうかね。今回は、まあ、いつもね、だいたい水曜、金曜とかが、ガチャのね、更新になるかと思いますけども、今回の土曜日ですよね。7月31日土曜日からということで、はい、誰が来るのやら、まあ、ちょっとねワンチャン今日翼くんの誕生日ということもあったので、翼くん誕生日なので翼くんの、
ね、ちょうどイフェスのキャラが出ますみたいなお知らせがあっても面白いかなと思ったんですけれども、そこは、はい、妄想で終わりました。どうでしょうか、いろんなところでね、超フェスの予想されている方も、いらっしゃるかと思いますが、まあ、希望だけで言っちゃうとね、やっぱり、翼くん、ね、代表で、あれですね、ハイスピードトルネードスカイアルファの、まあ、個人的にはあの地上シュート、まあ、原作のね、まあ、ちょっとネタバレ感含んじゃいますけども、ドイツ戦で、ハイスピードトルネードスカイアルファが、まあ、なかなか、センタリングを、ね、上げさせてもらえなくて、打てずということで、あのヒールリフトでしたっけね、からあのハイスピードトルネードスカイアルファを打つというシーンがあるんですけども、これが来ると地上技で打てるので非常にいいなというので、前々からちょっと出てほしいなと思ってはいるんですけども、でやっぱりその技的に言うと代表の、今回のというかライジングサンとして、出てくれないとね、実装が難しいと思いますんで、まあ、出すんだったらこのタイミングじゃないかなとは思っていますが、どうでしょうか。はい、なんで、まあ、要望というか希望というか、妄想も含めて、翼くんが含んでるといいなと思ったりはしています。はい、で個人的に今回このドリームガチャじゃないや、日本代表のガチャっていうのはほぼほぼ引いてない、まあ別でね、あの今回このドリームガチャだけ実はワンセット引いてしまってるんですけども、はい、翼くんが持ってませんので、例えば、すいません、個人的な話ばっかりになっちゃいますが、今のデッキの中に、カタルーニャの技の、超フェスのね翼くんがいるんですけども、どうしても絆がやっぱりハマりにくいんですね。日本人選手が6人必要だったりっていうのもあるんで、絆がフルに活用できないんで、ちょっと汎用性のある絆で技の翼くんが欲しいです。はい。というところが、はい。まあ、予想というか希望です。あとは、はい。結構ドイツ勢を今、続々と手に入れているところではありますんで、やっぱりキーパーでミューラーくんのね、強いミューラーくんがいるといいなと思っております。はい。で、まあ一方でね、昨年の、Z 林、8月にね、若林くんが、出てますんで、まあ、もしかしたら昨年の若林くんの枠で、8月のフェスに三浦くんじゃないかみたいなね、予想されている方も非常に多いとは思うんですけども、そうするとどうなんでしょうね。代表の三浦くんが来るかどうか、で代表って意味で言うとやっぱ今のタイミングというかベストというかね、まあこのまま代表の流れが来てくれれば、ね、揃いやすい部分あるんですけども、どうですかね。はい、あとはまあ結構ここはもう濃厚じゃないかなっていうのはリバウールですよね。うん、今回全然ね、ブラジル代表の方でもドリームガチャでもリバウールがねいないので、リバウールはやっぱりね、あのバロンドールを受賞しているってね、原作でも、はい、そういう設定になってますんで、世界一のプレイヤーです。なのでやっぱり強力なリバウールっていうのは出ててもおかしくないですし、はい、欲しいですよね。うん、でブラジル代表のユニフォームってところで、はい、非常にこうね、なんていうかな、期待している方も多いんじゃないかなと思います。はい、で、まあチャンスメーカーがつくとしたらリバウルなんじゃないかなっていうね、個人的な思いもありますけども、どうでしょうか。はい、まあ、あとは代表系で言うとやっぱりね、マーガスが今回来てないんですよね。はい、なのでマーガスがどこで来るか、ここで超フェスにマーガスっていうのはなんか違和感ありますね。原作の活躍見ても正直そこまで、活躍しているとは思えないし、
それ考えると、まあ、あまり目玉にはなりにくいような気はしてます。はい。ただね、これも、言ってる方もいたかと思いますけども、まあ、割とこのゲームにおいてはね、マーガス君が結構優遇されてるというか、はい、いう印象はあるので、まあ、もしかしたら今回も、はい、結構な性能で出てきてもね、おかしくないのかなとも思いますが、なんかこのタイミングじゃない気もします。マーガス君ね、出るとしたらもしかしたら、8月入ってからのドリコレとかね、うん、その辺、まあ、そうすると公式のユニフォームじゃない可能性もありますけども、なんかそうですね、公式のユニフォームが、ね、今、いろんな国のね、選手出てますけども、まあ、ここでこう、今言った、まあ、リバウールだったり、ミューラーだったり、マーガス、この辺が、まあ、漏れてるとね、ちょっと、それはそれで違和感ありますので、うん、どうでしょうか。はい。まあ、今の時点で、ちょうどフェスですね、の、選手のお知らせ自体は来てませんので、まあ、この後ディスコードで来るのか、もしくは、金曜日まで引っ張るのか、当日まで引っ張るのか、ちょっとわかりませんけども、はい。まあね、それまではこう予想とかしながら、楽しみたいとは思います。はい、まあ、取れるかどうかって問題もありますけども、うん。はい、ということで、すごいすいません、中途半端な、はい、個人的なお話になっちゃいましたけども、まあ、お知らせ自体は、あれですね、ワーチャレと、翼くんの誕生日のプレゼントの内容のみということで、はい、今回はこちらで終了させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ショーフェスの予想もしつつ、はい、待ちたいと思います。それではまた。